はい、レオンです。今回もね、この iPhone XS 512GB にこの久しぶりに登場するんだけど、ソニーのこれなんていう機種だったかな、 RDP500 だったかな、にペア Bluetooth ペアリングからサウンドテストねやってみたいと思います。今回もピオコとマユの参加ですね。早速ちょっとペアリングやるんでね、これペアリングはここ押さないといけないですね。ここ Bluetooth 点滅するまで早くなってるでしょ。これですね、 Bluetooth、 RDP-NWX500B ですね。ここのリストに表示されるようになるんで、こうさっき Bose Sound Link Mini 2とか JBL Flip 5Bluetooth ペアリングしてるから、ここにこれですね、接続済みなんで、早速ちょっと流していくんで、これから行ってみようか。どれから行くか、これかいっか。もう一To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you.
これいいですよ。これもかなり前に買ってるから、これもアマゾンで買ってるんですよ。これも10年以上前に買ってるから、もう一曲ちょっと直すか。5分2曲ずつですね。3曲4曲流したいんだけど、ちょっと動画の時間が長くなるから。この曲も好きなんで、さっきのあの曲も好きなんだけど、ラブユーっていう、ラブユー。この iPhone X
512GB とこのソニーの RDP-NWX500B Bluetooth ペアリングからこの音楽プレイヤーのアプリから NCS の2曲のサウンドテストねやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。サウンドテストなんかまたやるからね。で、引き続きこの iPhone XS 512GB の動画上げるんでね、これとってもいい音出すんでね、超おすすめなんで。これもステレオスピーカーなんで、ちょっと重いんだけどね。これはね、ドッキングなんとかって言って、あのソニーの僕も持ってたんだけど、持ってるんだけど、あれにこうやってできるんですよ。充電もしながら音楽も再生できるんで。はい、失礼します。